しそう。お母さん、誰かな思った？娘やで。いいよ。迎えに来てくれたん？うん、ありがとう、わざわざ。いやいやいや、いいよいいよ、あの、わからんくなったらあかんし。ありがとう。じゃあ、いろいろ持ってきたよ。お母さんの大好きなお菓子とかパンとか。すごい。これと？あ、それじゃなくてね。何持ってきます？こっち先。あ、ね、あ、そうね、そっちがいいな。その、うん、そこにパンが入ってんね。どこに？その白い袋。ビニール袋。これね、さあ、うん、でこの白い箱はね、ちょっと私が仕事場に持っていく分やから、うん、ちょっとここ入れといて。入れとくよ。うん。ありがとう。これがご飯な。じゃあちょっとあの向こう行ってからな。はいはい。うん、いいよ。ありがとう。キュウリ入れて、私がね、つけてきたっていうか、塩。これもあの、玄関に置くよ。はい、ありがとう。汁が出るから。あ、そうね。うん、あ、これね、ありがとう。これお前も切ったか。はい、私がね、これちょっと仕事場に持っていく分だから、置いていて、玄関に。あんた何時から仕事？あ、これ終わったら。そうそう。あとご飯食べないか。うん、大丈夫。いや、学校。うん。学校に何？お母さん、お箸使ったら？あ、これ水入れてくれた。はい。あ、お父さん、お餅出して。お餅出して。まあ、3つちょうだい。うん。お母さん、これ何かわかる？うん、これ。漬物。うん、何の漬物？キュウリ。ああ、よかったよかった。いや、わかってるかなと思って。なかなか私たち家族ボケとるから。うん、いいよ。食べていいよ。ちょっと味見してみて。私の味でいかがでしょうか。動いたよ。うん、動いたよ。はいはい、ありがとう。これご飯。これは何？じゃこや。
病院行った方がいいと思うで、お母さん。いや、病院も行ったいね。行ってない。でも病院行った方がいいと思うで。お前もう早くして、寒いから。分かった。じゃあ、そしたらな、こう持っといて。早くして、風が。分かった、ごめん。寒くて。ごめん。今日は涼しい、風吹いてる。ちょっとでいいからシャシャッとしといて。そうやな、痛いからな。そしたらね、まずね、このおでこのところやるよ。結構やるよ。どう？気持ちいい？いいかも。でな、いいかも。止めるよ。どうしてんの？で、ここ鼻のとこするね。鼻のところも赤くなってるから打てるんやと思うよ。打ってる。痛い。でも大丈夫。うん。なるほど。アロエを、アロエやったら、どれから。いいか。で、なおかつな。目のところを、両目のところが赤くなってるから、これを自分でやって、でないと、私がやって。どこかどうかわからん。やっていいじゃん、私。うん、やって。じゃあ、右目からするよ。右目つぶって。じゃあ次、左目行くで、いいよ。来て。でもね、これ腫れてきたら絶対もう病院連れて行くからな。そうしよう。うん。あ、いい？寒いね、私。寒い。寒い。いいか。いい？寒い。そのままにそんなことなんだ。これはやっておいたけど、で、そう、また夕方にこのアロエなつけて、でもう腫れてきたらほんまにもう連れていくで。頭痛くなって、なんか頭の中がなんかになってたらあかんから。ほな行こう。一人で歩いてたの？でもお父さんもいてたの？いや、行ってたよ。で、いや、座っとって、ほんで立って、ほんで立ったら行こうかと思ったら、もうずるって行った。そこで？いや、向こうの喫茶店と間にあいつとかあんねん。そういう、いつもあのお母ちゃん必ずそこで休憩しよるわけや。ああ、そうなんや。しんどいから。ずっと歩くの。はい。ご飯食べなあかんから。ご飯食べて。もう私はあの仕事に行くから。ああ、そうなん。うん。ありがとう。ありがとう。お見送りしてくれてありがとう。とにかく、お大事に。なんかさ、歌舞伎役者みたいやで。どうする？どこにも行かれる。いやいや歌舞伎役者痛い、笑ったら痛い。笑うぐらいだったらどうもないけどね。うん、やっぱ触ったら痛いから。ちょっとな、このな、笑いごっちゃないねんけどな、あまりにもな、なんかよーってやってみて。よーよう、よう、成田屋。寒いね。分かった。赤くなってるよ。まあ少し。化粧したん？うん、いや。ここを打ったんや。そうやな。ここ打って。あんまり触ったら痛いね。しかしそれがだいぶ、でもコブになってんで。薄れてきてるわ、しかし。でもここコブになってんで。どこ？どこ？上が？その下の方。うん、ここはやっぱおかしい。痛いやろ？まぶたの方にやっぱ影響があると。ここ痛くない？いや、その程度だったら痛くはないけど、うん、まあ。でもな、病院行った方がいいと思うね、お母さん。あんな痛い。あんな？あの歌舞伎役者みたいになったんで。もういいや、もう死んだ。ないね。あの、まあ16日にまたあの